気にしないで。今日はトークをやっておりました。まだなんか300人ぐらいしかいないかも。そう、手持ちなんだよな。ちょっと置けばいいんだけどさ、置く場所がなくって。最近エクステをつけたんです。こうやって全然多分知ってるんですけど、みんな。そうだから、髪の毛の管理が大変すぎて、そう、今まであんまりアイロンをしてこなかったんですよ、朝。そう、跳ねることがなかったから、まず。だけどこうエクステをつけることによって、なんか大変になるんですね。だからその管理が大変だよって話。でもメンバーから好評すぎて、ファンの方は分かんないけど、マジでもめっちゃ長い、スーパーロングです。あ、すごい体型。でもすいませんね、こんな体勢で全貌が明らかに。今もう、あ、寒いのでカエルみたいな格好でショールーム配信してるのが今バレてしまった。寒いからズボン履いてる、パジャマってか明らかになってしまった。足がカエルみたい。ファンからも好評ですか。ありがとうございます。みんな寒いから本当にあったかくしてください。でもすぐ引っかかっちゃうんですよ。だから私今まで髪の毛がサラサラなことだけが取り柄だったのに、なんかパサパサになっちゃって悲しい。わかんない、まだ取ってないからわかんないけど、結構抜けたんですよ。5本ぐらい抜けたんで追加しに行った、20本追加しに行ったこの間。そうだから毛量バッチリ。今これが元の毛だね。あれ？ん？どれだ？これか。あれ？違った。もう分かんないぐらい綺麗についてます、今。1本500円。1本500円くらい？分かんない。で、私今85本ついてるので、やばい。85本なんて結構ボリューミーになるかなって思ったけど、そんなことないね。よかった。今度のシングルのトーク会とツーショット会と握手会がもうすぐ、あれ、明日かな、販売開始になるので、皆さん会いに来てください。6年ぶりに券を取ると思います。ありがとうございます。会いに行きます。ありがとうございます。みんなが、きっと私のことを心配してたと思うんですけど、全然大丈夫ですそりゃそりゃ悔しくないかって言われたらゼロ、そんな気持ちはゼロではないけど、みんなが一緒に頑張ろうって言ってくれたので頑張ります。まあ次の日がプリマ公演だったので、そうだから全然、なんていうの、
次の日がお休みとかだったらちょっと落ち込んでたかもしれないけど、みんなに会えたから大丈夫です。6月までエクステはつけないよ。これね1ヶ月しか持たないのよ。まあ持たせるけど、全然1ヶ月半ぐらい持たせるけど、前田だって3日前とかに20本追加したから、まだ持ってくれないと困る。だから多分2月の前半か3、迷いますね。調節します。そう、寿命短いのよ、行くして。あとだから東海では、去年の血が東海に全然出れなかったし、握手会もね全然出れなかったから、その頃には地毛も伸びてる。いや地毛ね、びっくりするぐらい短いんだよ。みんな知ってた？ちょっと待ってね、このね、あーいないな、なんかわかんないな、なんかいつも出てくるのに。多分こんくらいしかないから、多分伸びててもこんくらいだと思う。ってなると全然ロングじゃないからね。そう、全然さ、なんていうの、みんなと話す機会が去年なかったから、たくさんお話ししましょう。見て、ここにね、なんか出来物できたんだ。名前つけようかな。なんかこれがなかったらさ、すごい綺麗な肌って感じなのにさ、これがあることによって、なんかでもね、ニキビなのかもわからない。これの名前はポッチ君にしようじゃん。ポッチ君です。ポッチ君がいるからさ、ちょっと邪魔です。どいてほしい。ポッチ君です。みんな、チャーリー、ポッチ君、すごい、ごめん、家庭音。土曜日はサンリオ、日曜はオンライン。そうでも1月は2月2日に公演があって、3日にサンリオがあって、4日に、え、サンリオ、ちょっと待って、サンリオまだリハーサルしてないぞ。おっとサンリオ、サンリオがそんなに近くにあるのさ、やばいかも。結構私今覚えることが多すぎて、ごめん、これ伏線になっちゃうかもしれないけど、覚えること多すぎてやばいかもしれない。2月3日ですよね。動揺してる、ショールームしてる場合じゃないかもしれない。じゃあ2月3日がそんなに、もう29だよな、だって明日30でしょ。31123じゃん。え、やばい、あと5日ですね。まあできますけど、全然できますけど、頑張ります。でみんなが来てくれるし、だし、サンリオといえば私の大好きなキキララちゃんがいるじゃないですか。あ、キキララちゃんのグッズ持ってこう。私めっちゃ持ってるんですよ。なんかもう昔から買ってたのもあるし、なんか昔のなんか SKE でこう使ってたその DVD プレイヤーとか、そう、 DVD プレイヤーも全部の入れ物全部ママに作ってもらったキキララちゃんの布とかで、もうめっちゃ好きで、
超楽しみです。あとキティちゃん、キティちゃんとキキララちゃんとコラボです。嬉しい。で行きます、たくさん。私この間キティちゃんのこのこういうさ、なんていうの、こういうやつピン留めるやつも買ったし、なんかサンリオ自体が本当に好きで、あのメルヘンな空間が本当に好きで昔から、だから超楽しみ。で4日はオンライン特典会です。やばいぞ、やることたくさんだ。私本当に早く終わらせることができなくて、本当にギリギリまでやっちゃうタイプ、ギリギリにやっちゃうタイプなんで怖い。大丈夫かしら。楽しみます。オンライン外れちゃった、ごめんね。え、全然、逆に謝らないでん。その分トーク会で会いましょう。追い込まれないとやらない、本当にそう。なんか夏休みの課題とかもう全部そう、私追い込まれないとできないから。今日まっすぐみんなに褒められるんだけど、そんなに、そんなにいい、下げとこ、下げても下がらないんですよこのまっすぐ。なんか乗りそう、多分あのあれ乗ると思う。こっちはそうでもないね、こっちが結構最近ね、そのメイクに興味が湧いてきて、これ何もつけてないよ、あのなんていうの、なんていうの、ま、なんていうの、つけまつげとか最近、ま、なんかメイクに興味が湧いてきちゃって、なんかねアイシャドウとかも普段なんか買わないんですよ。なのになんかこの間6000円分ぐらい買っちゃった、まつげメンテ。いや、これあのこれ本当に自慢じゃないんだけど、私 まつげパーマとかもしてないんですよこれ。自分で、ま、ビューラー上げてピンセットだけ使ってる。ピンセット使ってこんだけ伸びますよ。みんなも絶対伸びる、やってみてください。あのまつげ美容液とかもいらないです、絶対にいらない。これ多分みんななるよ。なんかちょっと一時期やってて、まつげ美容液でもなんかめんどくさくなっちゃって、そしたらなんかちょっとだけ伸びてたんで、やったーとか思ったらなんかすぐ、なんかこの間何だったっけな、この辺の眉毛のなんかこんなこと言うのもやめよう。じゃここにねこう眉毛のちょっとなんていうの、ちっちゃい子が出てたの。だからこうやってピッて抜いてたら、抜いてたりこう切ってたりとかしたの、ハサミで。そしたらまつげのこの上の部分を切っちゃって、この間でなんならもうこの辺とかにすっごい、この辺かにこの間切り跡みたいなのできちゃって、ハサミで切っちゃったのね、この辺。プリマのリハーサルとかここ痛かったの、すっごい赤いのできてて、だけどすぐ治った、嬉しい。みんなもくれぐれも気をつけてください、ハサミには。でもちょっとここのこのポッチ君が早く消えてくれないかな。ドアップかわいい。最近でも肌荒れすごいから、こういうポッチ君とかさ、この間のねプリマの旋律とかここにねヘルペスができてました、また。おなじみの、もうね私多分人生で30回ぐらいなってると思う。でもね隠してたよずっと、ちょっとかさぶたみたいになってた、来た時はちょっと大変だったけど、それ以外は隠し通しました。エクボもあるよ、
皮膚科に行って焼いてもらう。焼いてもらえるの？できやすい体質というか、もう私本当に小学生の時からずっとそうです。ずっと毎年。で、僕の小学生の時からっていうと、もう10年ぐらいペルペスと戦ってる。そう、免疫落ちてる時、忙しい時に行ってきますね。友達です。そう、これ怪我っていうか、なんていうの、これ傷、なんていうの、これこういうのができた時は友達なんですよ。そう、だからポチくんだし、これはニキビじゃないんだよね。でもなんか、なんなんだろう。あとね、この辺にもなんか今日できてて、あ、できてるみたいな、お友達。そう、みんなもニキビとかできた時はお友達だと思って名前つけましょうね。なんかそしたら可愛く見えてくるの。ポチくんって、いついなくなるの。あ、そうだね、3週間後ぐらいかな。やめよう。3週間後ぐらいかなとか言って、そう、そしたら友達できるから。あ、そうなんだ、じゃあ3週間は友達だねって。あ、そうだよ、消えたらまた会おうねっていう感じで。読解でもみんなニキビあったら私に言って、名前つけてって言って、そしたら別れが辛くなっちゃうけど、そう、名残惜しいけど、ね、また会えるから、でいつかね、人生は長いんで。役者やな、全然演技の仕事なんてしたことないのに。ニキビ作って東北海峡。ダメ、それは。あくまでも、なんていうの、こう、ニキビができちゃった時の話だから。作るのはダメだよ。そう、できないのがベスト。今日のお洋服かわいいでしょ。なんかやっぱロングだとさ、似合う服多いかもしれない。自分だけだけも、自分が思ってるだけかもしれないけど、なんかちょっと待って、これね、これさ、私さ、首がないのね、骨格上。だからこうね、こういうね、きれいなこうピリピリっていう、ん、ピラピラっていう、なんかもう見せてくださいみたいな、絶対これは見せてくださいみたいな服が、服っていうか服なんですよこれ。なのにその洋服の意思をこう、なんていうの、無視して入れてる。首が寝ないのだから、こうやってこう、なんかあたかももう何もなかったかのように、この長さですっていうかのように、こうやって隠してます。いや、もう本当に2回公演やって、次の日朝からユニバ行って、その次の日公演とか全然やっちゃうよ。でももうそんなのできなくて、もうね、ダメですわ。そう、この間買ったマッサージガン、うん、そうそうそう、それを買って、そう、寒いしね、固まっちゃうんだよ筋肉は。最近みんなよく寝れてますか？よく寝れてますか？大事ですよ、く寝ることは。私は今日の10時59分までつむつむのガチャガチャができたと言うのにもかかわらず2時まで寝てた。いや、5度寝ぐらいして2時になった。もう眠たすぎてダメでした、ごめんなさい。シーバーズはゲットしたけど、そのあれがゲットできなかったの、あれ、スティッチ、ボックスティッチ
今日ハント無限なの。そう、全然やってないけどね。今日全然やってないです、実は。なんだろう、この間さ30ダイヤ使ってさ100個さ、なんかセールしてたから買っちゃったけど、無事かな。いや、ごめん、スイッチ出ました。いいな、スムスムが人生みたいな生活なってないよ、なってない、なってない、そんな、そんななってないです。私の人生はエスケーフォーテトなんで。リトルグリーンメン、リトルグリーンメンってそんなに使えたっけ。やばい、こんなこと言ったらちょっとダメだ。向こうの早寝早起き、いやいやいや、まだまだこれからです。1月は始まったばかりなので、もうありますけどやっぱ2月から本気出すんで、1月はまだ始まったばっかりだし、その2024年が。そう、人生が SK48。 でもさ、こんなに濃い時間を過ごすのってすごくない？なんか私本当に思うんですよ。あゆかぴょんと話したことある。なんか SK にいる時間がなんていうの、キラキラしてるから、なんていうの、卒業した後例えばとかさ、これ以上に輝けるのかっていう問題だよね。うん、スキーが人生の半分、まあほぼね。でもまあ30で、例えばの話ね、30歳まあぐらいじゃん、こうマックス。悲しくなるからやめよう、この話やめよう、やめよう。こちらは今しか見てないから。すごい、なんか今さ、こうこういうさ、なんていうの、投げるやつ、ハートとかあるじゃん。でなんかさ、こうペンライトみたいなのがさ、この鼻のこの辺りにこうやって振られてて、ちょっと恥ずかしかった。すごい恥ずかしく、こうやってずらせばよかったっていう今日あった出来事格言。今日はでも久しぶりにショールームしてると思うから、今日は行ってなかった、今までね、今までそのショールームやってなかった、やってなかった期間、そんなやってなかったか。まあちょっとなんかさ、ちょっと待って、今さなんか止まったよな。 Wi-Fi 繋がってるのかな。繋がってたんだか。2週間ぐらいか。じゃあ2週間の間にこう溜まってた出来事を、でも話したよね、もう。でも今年はちょっと SNS をもっと頑張りたいと思っていて、インスタのフォロワーも増やしたいし、かといって更新できてないしね、ちょっとね、ダメですわ。ここ私こう20年生きてきてすごい思うのが、向いてないことは本当に向いてないんだなっていう。 SNS は普通ぐらい、普通かちょっと向いてないかなぐらいで、なんかね、難しいよね。でも今年はもう目標をこう見つけられたらいいなと思ってるので、自分のペースで、ブログはごめんなさい、ブログはね、本当にダメなんです。なんかこう文を書くことが最近こう大変になってきたっていうか、難しく、何こう思う感情をそのまま書けばいいんだけど、語彙力がなさすぎて長く書けなかったり、
ブログって私すごい長いイメージなのね。てか自分の中で結構長くしてたから今まで。ブログは今更いいよ。すごいもう諦められてる。長文苦手です。ガチャいっぱい更新してたのに。そうだよね、ブログは。でもこう SNS が自分にはブログとモバイルメールしかなかったのね、多分その時は。多分私こう気軽じゃないんだよねブログって。だから私的には順番で言うと本当にツイッターとインスタグラムのストーリーが一番書きやすいね。あとね、でも一番好きなのはこうショールームとか話す系、ラジオとか大好き。まあ、ラジオはツールじゃないけど全然。ショールームとかめっちゃ好きです。こう話せるから、なんていうの、自分が思ったことを言葉にするのがもう大変で、文にするのが大変だから、こう喋れるこういうショールームとかインスタライブとかがめっちゃ好き。しかもリアルタイムでみんなのコメントが見れるしね。声だけでもいいよね。声だけでもいいの？ラジオいいよね。私もラジオしたくて言ってるんだけどね。なかなか難しいよね。だし私って噛んじゃうじゃん。そう、噛んじゃうんですよ。だし声がすごい特別いいわけでもない、落ち着くとかわけじゃないから、そうなんだよね。落ち着く人はいる。X のスペースやったことないんだけど、なんか私さそういうのにすっごい疎くて、最近インスタグラムのなんかツイッターみたいなやつ、インスタのなんかそのなんかつぶやくやつ、なんかあれも知らなくて、ああいうのがあるので、なんかママから教えてもらって、へえー、みたいな。あ、スレッズ、そうスレッズ始めてみようかな。そしたらさ、なんかツイッターだとこう言えないこと、気軽に言えないこととかだと、なんていうの、つぶやけるかな。とか思いつつ、あとなんか載せてなかった写真とかをただ載せるアカウントとかでもいいしね。載せ忘れたとか。X と何が違うんだろう。 Be Real は Be Real はあれなのよ、友達がやってて、で教えてもらって、その私が休業中だよ、しかも休業中にすごい久しぶりに会ったお友達がやってて、あ、通知来たって言われて、一緒に写真撮ろうって言って写真撮ったら、なんか Be Real だった。それがびっくりじゃない？ビリアルすごいよね。あ、でもビリアルは多分、あれは何なんだろう？やってるんだけど、最近もうやってないです。やってないみたいな、もう。通知来てもなんか、大体家にいるから。ねえ、すごいよね。あれはね、多分25歳くらいまでのツールだと思うな。
若者です。うん、通知無視しちゃうし。そう、通知が来ないと、なんていうの、通知が来ないと写真が撮れなくて、いやでもなんか通知が来たんだけど、来て、ん？来たタイミングで撮らないとその日3枚写真を撮れないんだよね。で全員通知が来るのは同じ時間なの。だからリアルってついてんだよね。みんなのリアルが知れるみたいな。いろんなアプリがありますね。はい。なんでそんなに膨らすの？いや、ただ通知来て写真撮るだけだよ。そしたらその時間にみんなのこう、みんなのリアル、タイムラインがその時間のみんなになるのよ。みんなの写真が見れる。で通知が来たらその日3枚撮れるけど、通知が来て撮れなかった、逃したりとかしたら普通に、なんていうの、1枚しか撮れないのか。もう全然わかんないですもう私もなんか友達に教えてもらって、で SKE のメンバーにも言ったけど、そしたら入れてくれて、みんな。だけど自分で SKE に取り込んだけど、自分でもちょっと分かっていないって感じですね。みんな面白いもの思いつくんですね。モバメはもうちょっと頑張って送ります。まあ、ココちゃんがやばい配信してる。え、何？どういうこと？ビンゴ大会？ココちゃんって変だもん。でも最近公園出れてなかったから、2公園、2日にみんなに会えるのが楽しみ。なんか広島でお土産買ってこうと思ったんだけど、なんかほぼ賞味期限がその次の公園まで持たなくて、てかその牡蠣の食べ物あったじゃん、牡蠣のせんべい、そうあれにしようと思ったんだけど、てか私本当に広島で時間なさすぎて、その朝すぐ帰ったから、駅に着いてから新幹線までの時間が本当に時間なかったのね。そうだから全然買えなくて、で牡蠣のおせんべいの賞味期限を見たら1月27って書いてあって、そこでダメでした。全然ね、あの広島、あの夜だけです、公演後の夜だけしか満喫できなかった。また行きたいです。だからでも牡蠣は食べれたし、もう本当に美味しかったです。もう広島最高でした。みんな満喫してたね。なんかインスタの DM とかに写真とか送られてきて、朝早いってアイリタン。そう、アイリタンとかはもうレベチの朝の早さ。だけど私は10時ぐらいかな。そう、だけど、ちょっと駅に着くのが遅すぎて、そう、何も買えませんでした。まあ買えたけどね。買えたけど、ちゃんと選ぶ時間はなかった。うん、次は沖縄ね。あとあれだよね。何だ、福岡行きたいとこたくさんあるんで。生牡蠣、焼き牡蠣、ゆで牡蠣、うまそう、食べたい。
次のプリマちゃん的かね、楽しみ。私も何変かな次は次あるテイでプリマはいつか世界、本当ですよ、来たいです。パスポート10年分あるんで、10年よ、全然行きますよ。でももう私取ってからよいしょ2年半ぐらい経ってるかも。3年、いや2年ぐらいか。だからみんなもパスポートしといてくださいね、申請。18歳から確か取れるんだよね、その10年用は。中学生の時は5年のやつ、そうです。アジアツアー、でもさ、こうなんていうの、現地にこうちゃんとファンの方がいないとダメだから、こう48のファンの方、例えばこの間だった JKT48 さんとコラボしてたりとか、そういうのがないと多分リアルには実現しなさそうですハワイ行きたい、もうそれは旅行じゃん旅行じゃん、まあ、現場ついでにみたいなね、プリマちゃんついでにみたいなね。私もでも行きたい国たくさんあるので、お仕事でもプライベートでも行けたらいいな。私は今台湾に行きたくて、台湾に行きたいです。あ、バンコクに行ってひなのね、ひなのに会いに行けばいい。確かに、台湾行きたい。香港ディズニーとか台湾ディズニーとか、台湾だっけ、上海ディズニーかとか行きたいから、普通にそれは旅行で行きたいなって感じ。ベトナムは行ったんですけど、行きたいとこあるからたくさん。台湾ならゼップのホールあるから行けるでもね、みんなゼップでまず日本のゼップでライブしなきゃ。そう、ゼップ、日本のゼップでライブしてしないといけない。今仕事はアメリカ来てる、いいな。ユカタン系海外好き。うん、そうなんですよ、旅行みんな好きですね。母とかもいろんなとこ行ってます。今度シンガポール行く予定は、いいな。私クアラルンプール行きたい。暇さえあればこうインスタとかでこの行きたい国のこうなんとか旅行みたいな、台湾旅行とか調べて見てる。またね、いろんな夢叶いますように。ちょっと寒くなってきたから返信終わろうかしら。みんな見てくれてありがとうね。ちょっとメールの時間が落ちたなので、みんなありがとう、イエーイ。また会いましょう、明日、明後日、しあさって、その後が公演だもんね。みんな寒いから風邪ひかないでね。またね、バイバイ、おやすみー。